民主党の代表選挙です投票全体のおよそ四分の一を占めますこちら党員サポーター票は郵送で明日筆着ですでそんな中この投票用紙が党員やサポーターとして登録した覚えのない人に届いていたことがわかりました中継ですはい全国の党員サポーターから送られてくる投票用紙は東京から一時間ほど離れた 茨城県つくば市の郵便局に集まってきています。しかし、肝心のこの投票用紙が登録していない人のところに届くなど。ずさんな実態が浮き彫りとなっています。なんだろうって、なんでここへ来たのってこういう感じですよね。ね自分の考えで、カッパッとがいて、次の日にパッて入,入れちゃった。ポスト他にも。 地元の選挙区で把握できていない党員サポーターが数百人もいると話す議員がいるほか、秋田県では衆院議員が支援者の投票用紙を白紙で回収していると指摘され、調査中のところもあります。党内からは党員サポーターに外国人が含まれるなど、野党時代の規約を改善すべきだという指摘も出てきています。 ノルマンの少ない民主党ではほとんどありえない話なんで、ちゃんと了解を得て、自分たちの目標を達成してくださいというのを今後、徹底してて呼びかけいいきたいと。選挙結果を大きく左右する党員サポーター票は、13日に都内のホテルに運ばれ、開票作業が行われます。